今永翔太投手が、ESPN の人気番組、パット・マカフィー・ショーに出演。司会者のマカフィー氏がスタジオでバットを構え、俺はとんでもないところに打つぞ、と威嚇。笑いを誘いながら、まずは何を投げるか?と今永に質問した。今永は、スイングを見ていないのでちょっとわからないんですけれども、と考えながらも、とりあえず、顔付近に投げて威嚇しようかと思います、とジョークを交えた発言。通訳のエドウィン・スタンベリー氏が英訳すると、スタジオは、おう、の声とともに笑いに包まれた。このようにジョークを混ぜつつ野球から私生活まで幅広い質問に答えた。すっかり WWE でもおなじみのマカフィーと今永の共演。今永選手おもろいですね。今永翔太投手が多くの人に認められるようになって、とても嬉しい。素敵なインタビュー、今永先生応援してる。翔太は、今年のカブスの数少ない巧妙だ。手広いなマカフィー。シカゴから始まったカブス今永。その後の活躍でカブスファンの心をがっちり掴んだものね。今の球が通用しなくなった時に備えて試してみたい球種も用意しているとか、まさに投げる哲学者と呼ばれるゆえん。頑張れ、今永。こういう切り返しがすぐできるということは頭がいいのでしょう。もっともっとシカゴに慣れてファンに愛される選手になってほしい。今永なら慣れるでしょう。応援しています。今永、僕も革靴を買って、同じブランドの革靴の動画を見たりとか、あとは海外の人なんですけど、ボロボロになった革靴を修理する動画とか、今永の見ている動画がなんか、意外。向こうの司会者の質問もユーモアあって面白いな。ふざけてるようで、今永選手の駆け引きの心理とユーモアを引き出してる。うまい。アメリカでは日本みたいに、後でニヤ、より、こういう刺激的なジョークの方が好まれそうだ。今永はチームメイトにも臆せず英語で話しかけたり、メンタルもメジャー仕様みたいだな。